でも岩佐くんは宮川くんより上の第3シードなんだよな。ボールの落下地点で描くとか、フットワークで描くとか。おお、ええじゃん。ずいぶん遅かったじゃないか。さっきベスト8が決まったぜ。たくま先輩はあっという間にベスト4を決めて、今大林くんとゆきちくんが戦ってるってよ。いやー、ええちゃん、マジでベスト8なんだよな。そうだね。ずいぶん人ごとみたいに言うな。あ、いや、まだ実感がなくて。本当にベスト8の実力あるのかな。急に何かが進歩したわけでもないのに。やっぱり宮川くんに勝てたのは運が良かっただけなのか。寺島くんとの試合だって今まであんな調子良かったことなんてないし。いやここまで来たのは事実。宮川くんと同じ県のトップレベルの岩佐くんと戦えば本当の俺の実力がはっきりわかるはず。ワンセットマッチ、岩佐サービスプレイ。集中。おお、ワイドに逃げる超スライス。すごい変化だ。クロスか。なんだ。相手を外に追い出したら、普通オープンコートか逆をついて主導権を握るのがセオリーなのに、なんでど真ん中のロブ。またロブ、ね、またかよ。ロブって普通頭の上を抜くかペースを変えるときに使うよな。でも深いから意外にきついぞ。あれ、浅くなってきた。どんどん浅くなってきたぞ。こっちがうまく攻撃できてるわけでもないのに。これはチャンスなのか、それとも誘われてるのか。ここまで浅くなったら絶対チャンス。15ラブ。おお、いきなり強烈なパッシング、すっげえ緩急だな。なんか今怒ってなかった、あいつ。うん、思った通りにいかなかったみたいだね。え、ポイント取ったのに。そうだよね、おかしいよね、よくわかんないや。ところで15ラブって何。10ってことだよ。やられた、すごいパッシングショットだ。あんな緩いスピンボールの直後に全速力で走りながらの正確な超高速フラット、半端じゃないテクニックだ。でもなんだこの異様なスタイルは。主導権を握って攻めてくるっていう超基本的なスタイルがない。コートにいい絵が描けた時が一番嬉しい。面白い子でしょ。あの話と関係あるのか。だったらどういうスタイルなんだ。コートに絵を描くスタイル？何が何だかわからなくなってきた。うん、岩佐らしく戦えてる。こうなると初めて対戦する相手は困るよな。岩佐のスタイルは誰にも理解できやしない。幼い頃から見ている私にしか分かりえない独自のスタイルだからな。先生さよなら。気をつけてね。コーチ、失礼します。お、岩佐。最近、ボールコントロールが良くなってきたな。なんか、コツでも掴んだんじゃないか？ボールで絵を描いているんです。え？そういえば、君のご両親は画家だったね。俺、家で絵を描いちゃダメだって言われているんです。ん？そうなんだ。でも、コートでいい絵が描けると嬉しいし。
テニスもうまくいくから。じゃあどういう風に書いてるのか見せてくれよ。うん、いいよ。まさかそれが独自のスタイルを生み岩佐をここまで強くするなんて思ってもみなかった。なあ、フォーティーラブ。まただ。攻めようとするとカウンターを食らう。待ってても緩急に振り回されて決め手がない。何か法則性でもあるのか。そういえばやたらロブが多いよな。地面に絵を描くなら高いボールは必要ないはず。とにかくプレーの中で何かしてるのは確かなんだけど。ゲーム岩佐ワンラブ。ドロップショット。うわすげえ、超完璧なドロップ。わからない。ゴッホ作ポプラの小道完成。こんな変則的で先が読めないテニス、俺はどう戦えばいいんだ。チェンジコート。不自然なロブの対応、こっちの動きに関係ない返球。もしかしてコートに絵を描くってボールの軌道で描くってこと。ゴッホはやはりヌエネン時代がいい。色調は暗いけど、あの炎の男がついに独自の道を探求し始めた時代。どうやって描いているのかが分かれば対応策もあるかと思ったけど。この絵は最後のドロップショットが完成度を決める。開き直っていつも通りやるしかない。今日は調子いいぞ。岩佐リードワンラブ。次はどう来る。高速フラットをあんなギリギリに。どれだけ練習すればあの球威とコントロールが両立するんだ。A ちゃん苦戦の予感。今じゃスポーツに心理学的要素を取り入れてコーチすることは普通になっているんだが。それって以前ボールで絵を描くという指導方法があるって聞いたことがある。絵ですか。細かく指示を与えるよりボールで線を引こうなどといった方が良いパフォーマンスを見せることがある。実際に岩佐がそうだった。フォアは腰をひねって膝と肘と手首を曲げてと教えてもさっぱりうまくならなかったのに、あのコーンめがけて綺麗な曲線を描いてみようと言った途端上達した。それも驚くほど無駄のない綺麗なフォームを一瞬で手に入れてしまった。岩佐が天才的なのは絵を描きたいという気持ちであらゆるラインを自由自在に描けるようになったことだ。今や岩佐がコートに引けないラインなどない。なんでだ。スピードもコースもバラバラなボールをどうしてこんな平然と打ち分けられるんだ。これが絵を描いてるってこと。もうすぐ。これでフィニッシュ。またドロップ。東海道五十三次平塚。浮世絵で描かれた僕が生まれ育った町の古の姿。やった、返したぞ。
でも浅い。あ、な、15-30。 あれ、今岩佐取れたよな。なんで追わないんだ。追わないどころか、こっちのプレーを見てなかった。あ、まさか絵が完成したから。ああ、悪い癖が出ちゃいましたね。こういう時はつくづく岩佐くんは芸術家の家に育ったんだなって思い知らされます。どうです、お母さんから見て。問題だとおっしゃってるんですか。いえいえ、そこまでは。ただ私もテニスのコーチとしては正直もう少し勝負への執着を持ってほしいとは思いますね。よく返してくるな。相手のレベルが高すぎると余裕がなくなる。低すぎても続かない。その点、今日はおあつらい向きの相手。ともすれば、未曾有の対策に挑戦できる。なあ！こっちがポイント取ったのに、笑ってる！やっぱり、絵が完成したからそこでプレイが終わったのか？完成した絵には、それ以上線を入れたくないとか。そんな気がする。きっと、完成したノートに後で書き足しとけって先生に言われた時と同じ。もう書き込めない。相手に興味がないどころか勝負にすら興味がないってことか。本当にそうならこっちにも考えがある。リスクを避けてとにかく返し続ければいいんだ。絵が完成するまで我慢すればポイントが取れるんだから。勝ちにこだわるまでもう一ゲームも渡さない。クロスに深い。返すだけに集中すれば返せないボールじゃない。こういうテニスは今まで散々やってきた。前だ。リスクを避ける。よし、すごい、姉ちゃんらしい。さっきよりいい感じ。打ったら早く戻ってコートカバー。できるだけ深くコントロール。なっけえな。このポイント、また丸尾の粘りが始まったか。こうなると岩佐も決めに行くしかなくなるぞ。サーティーオール。また岩佐が見逃した。あいつ何考えてんだ。花咲く梅の木。ゴッホが浮世絵に影響を受けて描いた油絵。俺がコートに模写するようになったのも、先人の芸術が模倣から生まれることを知ったから。やっぱりそうだ。徹底的に返し続ければ、ポイントは取れる。まさかこれずっと続くのかな。岩佐君は、絵を描き終えるとボールを追わなくなるようだ。しかしこの展開に持っていけるのも丸尾君の1年越しの地道に磨き上げたコートカバーリングがあるからだよ。ゲーム丸尾 3-1。 岩佐君がスタイルを変える気配はないし、この試合は記録的な長丁場になるかもしれんな。ゲームセット、ボンバイ高崎6ラン。はあ、Aちゃんの試合どうなったかな。ゲーム丸尾、丸尾リード 4-2。 こんな岩佐君を見てると、コートじゃなくて白いキャンバスに絵を描かせてあげたくなってしまいます。あの子が絵を描きたがっているのは知ってますよ。私に黙って一人でスケッチブックに描いているのも知ってます。そうやって趣味で描いてる分には構わないんです。でももし私や主人のように画家になりたいというなら、やっぱり反対です。息子に必要以上の苦労をさせたくないのは親として当然だと思います。
美術以外にも楽しいことがたくさんあると知ってほしいんです。すみません、出過ぎたことを言いまして。お母さんがおっしゃることはよくわかります。ゲーム丸尾、丸尾リード 5-2。 もう 2-5、 まだまだこれからなの。まあでも問題ない、負けないようにやるだけだ。あと1ゲームで勝ち。でもこのまま終わるとは思えない。その人が宮川君より上の第3シードにランクされるはずがない。丸尾君、勝てそうだね。どうなんだろう、相手も相当なもんのはずだけど。丸尾君が強いんじゃなくて？でも見た感じ、 A ちゃんが強いってより岩佐ってやつが本当に強いのかどうか。強いですよ。ゆきちくん、試合終わったんだ。結果は？負けました。大林に結構あっさり。岩佐の強みは圧倒的なテクニックです。あらゆる球種をあらゆるスピードでどこにでも打てるボール扱いのテクニックは県内でも群を抜いています。対戦したことのある僕からすれば、なんで第3シードなのかが不思議なくらいです。マジ？行くぞ。ラブ15。来た。ラブ30。ポイントを取られないように書く。少し面倒になるだけのこと。ラブ40。ゲーム岩佐 5-3。 丸尾リード。最後までちゃんと返してきてくれよ。ちょっと待ってよ。ゲーム岩佐 5-4、 丸尾リード。よし、完成。一度やってみたかった、地面をキャンバスにして描くモネの超大作睡蓮。抽象画に近い睡蓮は今日みたいにとことん返してくる相手じゃなきゃ成立しない。すっげえ、もう 5-4。 ここで岩佐が2ゲーム練習。ついに第3シードの本領発揮か。やっぱ強えな。すっごい、予想以上だ。やっぱり簡単には勝たせてもらえない。よくわからない人だけどやっぱり強い、それだけは確かだ。宮川君と同じ、コートカバーリングとコントロールだけじゃ勝てない。なんか A ちゃんヤバそう。でもまだ点数は勝ってるんだよね。そうです、まだこのゲームでサーブをキープすれば兄貴が勝つ有利な状況。仕掛けるならここです。あの人のテクニックがすごいってどういうことなんですか？なんていうか、岩佐はラケットが体の一部みたいなんですよ。テニスは普通、来たボールを同じ方向に同じスピードで返すのが一番簡単で、逆にそれを変えるのが難しいんです。でもあいつは難なくコースやスピードを変えてくるんです。でも兄貴だってまだこれからですよ。兄貴はここまで岩佐に合わせたテニスをしてます。寺島戦で見せたあの爆発力はまだ見せてませんから。テンポが速く、コースが厳しくなった。このままのテニスじゃやられる。切り替えなきゃ。こういう時こそ思い出せ。絶好調だった寺島君との試合、スコア 4-1。 暑いけど時々肌に感じる風が気持ちよくて、うるさくない程度に周りはざわめいていた。いつもより軽く感じたラケットと体、はっきり見えるボール。心の中で俺は本当に強くなったのかってつぶやいて。タイム。行くぞ。A ちゃんが前に出た。ラブ15。すっ
げえ。でも惜しかったよね。甘い甘い。チャンスとピンチは紙一重なんだ。一撃で殺さなきゃ君がやられるんだぞ。ここだと思ったら全体重をかけて叩き込め。そうだ、もっと。スタイルが変わった。攻めてくるようになったか。くそ、めんどくさいな。よし、今のは良かった。いける。もう一回。どこかで攻撃の糸口を掴んで、主導権を取る。そこから攻めて、崩して叩き込む。おお、ベイちゃん本当に上手くなったな。確かに、ここ最近で一気に伸びてますよね。この試合はここからだ。え？サーブ、ストローク、ボレーなどの技術力、瞬発力、持久力、眼力などの身体能力、そして宮川戦、寺島戦で得た自信、マイクの心理学で培った精神力。丸尾君はここまで心技体の様々なパズルのピースを地道に揃えてきた。それが今組み合わさりつつある。なんと、パズルの一部が組み合わさると、その周りが見えてきて、使い方がわからなかったピースの意味が見えてくる。そして完成に向け一気に加速する。それがまさに寺島戦の圧勝。なるほど。地道な積み重ねの成果は突然やってくるんだ。法則はない。いつものパターンにとらわれるな。ストレート、クロス、逆クロス、ロブ、ドロップ、全部をケア。無理には攻めない。でもチャンスは逃さない。いつか攻めるために守りながら戦う。岩佐君はどこにでも打てるテクニックがあるから、せめて打てるコースを限定させるところに返す。うまい。よし、距離があるから両手じゃ打てない。スライスでストレートかロブ。え、片手でクロス。やばい、正面サイド。どこだ、ロブ。反応が早い。目がいいのか。届く、いける。行くしかない。行くなら一撃で決める。15オール。よし、初めて自分の力で取った。勝てる。第9ゲームで1時間超えか。随分長引いてますね。今日の相手は岩佐君には一番嫌なタイプですね。普段なら岩佐君が自由に絵を描いている第1段階で、相手は異様なテンポと絶対にミスらないテニスに心が折れる。でも彼は徹底した粘りで乗り越えた。そして岩佐君が負けないためにレベルを上げてくる第2段階。ほとんどの相手はここでテクニックについてこられなくなり終わる。だが彼は岩佐君に呼応するように自分を進化させて乗り越えてくる。結局どんな状況でも勝利という目標がぶれない。稀に見る相性の悪いタイプです。そうですか。このノーシードの大躍進は奇跡ではない。この場の誰もがそう思い始めている。ただ一人を除いて。描きたい絵が全て完成する前に試合が終わるのだけはありえない。邪魔する奴は許さん。今のゲームは兄貴に主導権がありましたね。すげえ、A ちゃんが第3シードと互角に戦ってる。邪魔はさせない。描き始めた絵は必ず完成させる。しまった、前にいる。ボレーでロブ。15-30。あ、惜しい。しかしなんでわざわざ難しいショットで決めるかな。この大会初めての本気モード。こうなると岩佐君は手がつけられない。この人のやることは本当に予想できない。危ない。なんとか返した。笑ってる。どうして。絵を描いてるから。もう少し。たった3ポイントが遠い。どんどんレベルが上がる。
まだ上があるのか。返すのは精一杯。レベルが違いすぎる。これじゃ1年前に負けた大林くんとの試合と同じ。ヒロミ、どうしたの。もうどこ。ああ、見逃したな。いや、違う。いつもの見逃し方とは違う。もうちょっとだけ。どうやら痙攣みたいですね。ここまで1時間20分。ワンセットマッチとしては異常な長さです。しかも今日の岩佐くんは、丸尾くんの粘りを自ら助長して、必要以上の距離を走っています。それもこの炎天下にダッシュとストップを繰り返しながら。珍しく本気になった試合にテンションが上がりすぎて、悲鳴を上げる体に気づかなかったんでしょう。岩佐くん、大丈夫なのかな。試合を再開します。サーティーオール。フォーティーサーティー。足が動かない。まずいな。でも絵はもう少しで完成する。あと少しでいい。動け。ゲームセット。ウォンバイ丸尾、カウント6-4。終わっちゃった。なんかあっけない幕切れだな。まあこれも勝負だよ、うん。テニスは心技体の勝負。1年半毎日トレーニングを欠かさなかった丸尾くんの完全な勝利だよ。確かにうちは練習量も全国トップレベルですしね。でも A ちゃんは複雑だろうな。勝った。これでいいんだよな。大丈夫ですか。ああもう少しやりたかったんだけどな。ありがとうございました。お、A ちゃんお疲れ。 おめでとう。うん、ありがとう。岩佐くん、もしよければ聞きたいことがあるんですけど。何。試合中に絵を描いてるって本当なんですか。ああ知ってたの。いやでもそれがすごいってこと以外何もわからなくて。まあボールを使って空中に描いたりコートに描いたりいろいろだけど、そんなことしてどうするの。ああいやただもう少し岩佐くんのことが知りたくて。すいません。だいたいこんな感じかな。なるほど、そういう練習もあるんだ。ありがとうございます。またいつか試合してください。今日は決着ついた気がしないので。うん、でも俺もう君には勝てないと思う。は？なんだか今日君と試合してはっきりしたんだ。やっぱり俺は絵を描くためだけにテニスをしてるんだって。体力トレーニングも仕方なくやってきたから結局あのざまだ。だからこれからは絵はコートじゃなくてキャンバスの上に描こうと思って。え？テニスやめちゃうんですか？少なくとも今よりやる時間は減るだろうね。じゃあ俺も一つ聞いていい？え？もちろん。丸尾くんはなんでテニスやってるの？え？なんで？楽しいからです。意外だな。それじゃあ次のアラヤは厳しいかもしれないよ。え？厳しいってどういうことですか？俺、アラヤには一度も勝てたことがないんだ。コートに絵を描くのが楽しいだけでやってる俺とは根本的に違うんだよ、あいつは。ゲームフォーラブ、アラヤリード。たこよおら。アラヤヒロシ16歳サウスポー、今大会第2シード。去年の神奈川ジュニアサーキット決勝では大接戦の末たくまさんに敗れて準優勝。神奈川ではナンバー2の実力者。相手に主導権があっても
強靭な身体能力で食らいつき、カウンターで強引に主導権を奪い返すと、そこからはスピードとパワーに任せた超ハイテンポなテニスで一方的に攻めてくる。試合中はやたらうるさい。冷静さより激しい感情が武器になってる。そして何よりプロを目指してる。プロ？ああ、じゃあ丸尾くんはプロ目指してるわけじゃないんだ。俺が？そんなことを考えたこともないよ。だったらそのうち考えることになるかもね。少なくとも今日の試合、君にはそういう選手に近いものを感じたから。はあ。なんか試合前に変なこと言って悪かったね。でも君なら次もいい試合ができると思ったから言ったんだ。楽しんでやってるだけじゃプロを目指してる人には勝てない。だったら具体的に何が必要なんだ。人生をかける覚悟、勝ちへのこだわり。荒谷くんの何が岩佐くんに勝てないとまで思わせたんだろう。岩佐くんはそれに近いものが俺にもあるって言ってた。そういえばなっちゃんもプロ目指してるよな。ゲームセット、ウォンバイ荒谷、カウント6ラブ。来た。岩佐に勝ったのか。まずはここまで来られるかだけどな。あの時と全然違う。はい。本当にここまで来たんだな。ぶっ潰す。ぶっ潰すってテニスの試合だよな。これでベスト4が決まったね。次よろしく。おう。しかし丸尾くんがベスト4まで来るとはね。去年やった時いずれは出てくると思ったけど、まさかこんな早いなんて。まあこんなもんだろう。あれ、予想通りだった。あいつと一番試合してるの俺だからな。練習試合に付き合ってやったら調子に乗りやがって、練習後に必ず試合申し込んでくるんだよ。まあ全部返り討ちだけどな。江川拓馬と毎日のように試合。なるほどね。また試合してみたいな。またこれから練習行くの？うん、次の試合明後日だから明日はあんまり練習できないし。そっか、頑張ってね。また見に来ていいかな？もちろん。今日はありがとう。じゃあね、明後日な。すごいね丸尾くん。そうだな、ちょっとハマりすぎな気もするけどな。でも今日は来てよかった。っていうかびっくりしたよ。学校の丸尾くんとは別人なんだもん。学校では優しくて頼りになって、どっちかっていうと落ち着いてるのに、あんな感情むき出しの丸尾くんなんて初めて見た。直訳すると惚れ直したってこと？そんなんじゃないってば。よし、今日はここまで。ボール集めろ。お疲れ様です。試合頑張れよ。さようなら。ペイちゃん。あ、なっちゃん、試合どうだった？それよりベスト4おめでとうね。Aちゃんは台風の目になるって言ったでしょ。今日はきっとすっごいたくさんの人がAちゃんのこと知ったはずだよ。うん、でも勝つには勝ったんだけど。お？あのさ、Aちゃん、相手が足痛めようが絶好調だろうが勝ちは勝ちなんだよ。だから試合分かったら勝ってよかったでいいの。そう思わなきゃ負けた相手だって浮かばれないよ。そうなのかな。Aちゃんだって試合中に怪我して負けたら、怪我してなければ勝てたなんて思わないでしょ。うん、確かにそう思いたくはないけど。Aちゃん、そんなんじゃこの先大変だよ。ベスト4なんて相手は超強いんだから、試合が予想通りに行くことなんてほとんどないんだよ。もし勝てる手段とかチャンスがあったら、それが何だってしがみつかなきゃ。それで最後に勝ったら、それは強かったってことなんだから、勝ってよかったで自信にすればいいの。あれ、もしかしてこういうことなのかな、俺とプロを目指す人の違い。ん？そういえばなっちゃんってプロを目指してるんだよね。何急に。その話は内緒だって言ったでしょ。
ごめん、だからダメ元で聞くけど、どうしてプロになろうと思ったの？きっかけは何だったの？あ、困ってる。別にいいよ、言いたくないことなら。わかった。え？ A ちゃんが荒谷くんに勝ったら言うよ。え、勝ったらいいの？うん。でも勝たなきゃダメなんだ。そう、だから勝ってね。うん、頑張る。結局よくわからなかった。俺はプロになる。お前とは違うんだよ。ぶっ潰す。夢か。荒谷くんの特徴はテンポの速さと一発逆転のショット、つまりスピードとパワー。コーチ、もっと速いテンポでお願いできますか？あと前に出た時ももっとカウンター気味に。不安な気持ちはわかるが、今日はこの辺にしておいた方がいいんじゃないか。明日は3セットマッチなんだから、疲労を残したらかえって逆効果だ。はい。それに今の速いテンポとカウンターっていうのは荒谷くんの得意のパターンを想定した練習だろう。ああ、はい。まあそういう心構えも大切だが、そこまで真っ向から挑むつもりなのもどうかと思うぞ。え？君はどうしてあの宮川くんや岩佐くんにまで勝てたと思っているんだね。運が良かったのは大きかったと思います。そうだな。否定なし。正確には運よく宮川くんの慎重さ、岩佐くんの持久力があだになる展開になったってことだ。もっと言えば、前に出ることで宮川くんの得意なストロークから逃れ、岩佐くんのテクニックに無理に対抗せずに耐えたから勝てたんだ。要は結果的に君は相手の弱点をついたからだろう。正直今の君が荒谷くんと真っ向勝負しても無理だと思うぞ。だが君なりのテニスで荒谷くんの弱点をつけば突破口が開けるかもしれない。荒谷くんの弱点？本気で勝ちたいなら相手の得意なパターンはむしろ下げて相手の弱点を狙うべきだとは思わないか？あのさ、荒谷くんの弱点ってどこだと思う？そうですね、相手は県のナンバー2ですから、ナンバー1の拓馬さんに聞いてみたらどうですか？確か拓馬さんは荒谷には無敗だったはずですよ。あ、そうなんだ。あ、でも拓馬さんさっき帰っちゃいましたね。じゃあ明日聞いてみる。ありがとう。いえいえ、お役に立てなくて。荒谷くんの弱点、特徴から分析すれば何か見つかるかな。なんか今までと考えることが変わってきたな。やっぱ今年も江川拓馬か。荒谷の相手ノーシードじゃん。ノートの丸尾だろ。あいつまたやってくれねえかな。10時に同時スタートか。よし。丸尾くん、応援に来たよ。ああ、宮川くん。岩佐に勝ったってすごいじゃん。ベスト4おめでとう。あ、ありがとう。次荒谷だね。なんか疲れてるみたいだけど。いやー、それが。いやいや、ごめん。なんか丸尾くんらしくてさ、人の弱点ばかり探してたら急にテンション下がっちゃうなんて。こっちは真剣なのに。やっぱり弱点を探すよりあのスピードとパワーに挑戦したいんだ。俺の方が格下だし考え甘いんだろうけど、初めてのベスト4で悔いは残したくないから。あのさ、相手の弱点をつくってことは相手のことも自分のことも強くするんだよ。え？僕は丸尾くんの弱点ばっかり考えて戦ってたけど、どうだった？そういえば。結局丸尾くんはそれをきっかけに攻撃に転じて僕に勝ったよね。もちろん僕だってあの試合で成長できた。相手のためにも自分のためにも正々堂々徹底的に弱点を探してそこをついてかなきゃ。現に僕は丸尾くんに感謝してるんだから。そうか、そんな風には考えてもみなかった。すごいな宮川くんは。あの、やっぱり宮川くんはプロを目指してるの？プロ？まあどうだろうね。はぐらかされた。よし、決めた。やっぱり拓馬さんに荒谷くんの弱点を聞いてみよう。ありがとう宮川くん。うん、頑張って。っていうか僕に勝ったんだから優勝してね。え、頑張るよ。
タクマさん、どこにいるんだろう。この時間ならいるはずなんだけどな。だからもし、この大会であんたに勝てないなら。あっ